米大リーグドジャース、ダイヤモンドバックス、2日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、ドジャース大谷翔平投手、29、が2日、日本時間3日午前11時10分開始予定、7月初戦となる本拠地ダイヤモンドバックス戦のスタメンに、1番、指名打者で名を連ねた、リーグ本塁打トップを独走する2試合ぶりの27号、 米通算500打点に期待がかかる。試合前には練習中にグラウンドに姿を見せて約70球のキャッチボールを行った。この日はジャパニーズヘリテージナイト日本文化ナイターとして行われ、試合前から太鼓演奏が行われるなどした。さらに野球殿堂博物館に大家がバット、山本由信投手。 25のグラブが寄贈されることで、大谷、山本、沖縄生まれのロバーツ監督、ヤクルトでのプレイ経験もあるダイヤモンドバックスのロブロ監督が出席して会見が行われた。大谷は、こんにちは。本日は新しく日本生まれの選手たちの展示会がクーパーズタウン、ニューヨーク州の野球殿堂博物館。 で開かれるということで、非常に嬉しく思っています。その中で自分のバットを含めて多くの展示品が展示されるのを自分自身も嬉しく、日本の野球界にとっても大きいことだと思います。本日はありがとうございますと話し、山本もドジャースという古くから日本の野球とも特に深い関係があり、 多くの先輩方が活躍してきたこの球団に入団できたことをすごく嬉しく思います。まだ僕は1年目で記念品等があまりないのですが、スプリング、春季、キャンプで使用したグラブを寄贈したいと思います。展示が始まったら僕も行ってみたいと思いますと話していた。大屋のバットとグラブは来年7月から展示される予定。 大谷のバットにはこれまでの大谷の獲得した日米でのタイトルなどが刻まれ、山本のグラブは今年に3月のキャンプで使用したものだという。さらにその他にもダルビッシュが9年の WBC で着用したユニフォーム02年に石井和久がドジャースで使用していたスパイク、野も秀夫の1996年のノーヒットノーランジのボール、 一郎の手袋が展示される見込みだ。